こんにちは、ハイジーです。というわけでハイジーのキッチンを3万円でおしゃれカフェ風に使用計画の今日はいよいよ作業日編でございまして、朝早くから竹田さんいらっしゃってます。よろしくお願いします。山田さんお願いします。あ、よろしくお願いします。パネルとか作ってきてくれたってことなんですか、これは。いいえ、今日は素材しか買ってません。あれあれ、材料しか買ってません。カットしてあるわけじゃないんですね、これ。カットからやってください。あ、そうなの。だからカットをまっすぐできなかったら、はいはい、まっすぐ立たないからでも DIY っていうのは初心者でもできるということも証明したいから、はい、初めてのハイジでもできる、こんなにおしゃれに作れましたにしたいですよね。そうそう、したいんです。本当にそう、定規とシャーペンで小学生の工作みたいな感じでやるんですね、こうやって。これが 48.9 だったら、はい、私成功です。 48.8! 1ミリ失敗。え、もう失敗してんじゃないですか。はい、これ今日大丈夫なんですか。これが突っ張り棒みたいになってるんで、はい、本当 DIY 用なんですよ、初心者用。はいはい、あ、ここを突っ張ればいいから。そっか、ネジ回せば1ミリの誤差は大丈夫なんです。中間ジョイントってのがありますので、はい、これでこうネジを止めると2つの木が1本の木になるという。うんうんうん、まあまあ OK。 はい、あ、でも成長してます。できましたね。できました、買ってきたやつですね、これね、ホームセンターで。そうですね、はい、これが上、はい、これが下、この間に木材が入ってくる。わかりました。おお、閉めちゃっていい。閉めちゃった。きっちり1本立ちましたね、柱が。これはもうさすがに僕でもはめられます、で、この瞬間すごい気持ちいいから、で、これをもう持っていって、はい、やってるなぁ。 DIY してますね。やってるよ。この今切った板がこの間に挟まってますよ。気持ちがいいですね、なんかね。初めてなんで、しっかりはまったっていうので。今、はい、10時半ですけど、はい、そんなとこに感動してたら、はい、夜の10時半になるよそうです、終わるのが。はいはい、OK。 意外となんか YouTube の動画見てると、はい、この2本柱立ててもうこうやっちゃってる人がいるんだけど、はいはい、倒れてきちゃうんですよね。そう、大事。これこれ大事なんですよ。これ意外とみんなやってないの。あともう一個、ここでね、そのコストを下げるワンポイントがあって、このベニヤを限りなく薄くしてるんですよ。はいはい、なるほど。ペラペラとしてるんです。確かに確かに、この横の補強を少なくすれば、この板は厚くできるんですよ。はい、ああ、そっか。そうするとお金が高いので、はい、今回の予算になるべく近づけるためには、はい、このベニヤ板を薄くする、はいはい、そのためにこの補強の横の数を増やす、なるほど、っていうテクニックでいきます。はい、はいはい、柱組が完成しました。これこのベニヤを止めていくんですが、はい、こっち側ですね、この横を平らにして、はい、打っていきます。ですね。え、これまっすぐ僕いけるもんなのかな。曲がっても大丈夫です。延長コードね、完成照明入るんですね。いった、延長コード、間接照明用の延長コードが通ってきた。あ、いった。この感じも気持ちいい。どうなんの、こっから。こっからですよね。こっからですよね。今やっと下地ですもんね。下地だから、うん、すげえいい色これ。なんかおしゃれ、おしゃれな色になりましたよ。もうあと頑張ってくださいね。はい、頑張ってくださいね。ちょっと休憩しますね。はい、休憩しててください。そっちは濃いようなんだけど、意外とね、濃くないというかね。見た感じ濃いですよ。そうでしょ、黒いけど。これくらい取っていいですか。はい、うん、優しい色になるのよ、塗り込むと。合ってます、今。合ってますよ、合ってますよ。これとりあえず5枚いきました。はい、一番下はそれ、そうか、1本入れるんですね。でも一番暗い色からですね。そうです、これでこう合わせていくか。はい、あ、いい、いいでしょう。いいです。ここから先はね、何の正解もないんで。素敵。で、私の作ったこれもこっちで一回こうやってみると、いい、はいはいはい、ずれるようにするんです。なんとなくまばらに、あみだくじ風にで、これがぴったり並んで合うのかって話ですよね。はい、いいですよ。いいですよ。いいです、ね、すごい。いいですよ。すごい、山田さん。はい、行きました。コンセント。コンセントを通すための穴というか、はい。はい、開けました。すごい。はい、うわあ、これでもう潰れないんだ、コンセントがちゃんと。もう打っちゃっていいですよ、これ普通に。
これが終わったらもう直線ばっかりなので。めちゃ気持ちいいよもうこれ、この感じ。うわー素敵だよね。こっからも10です。だいぶいいですよ。うわうわいった。グリグリ穴開けた。はい、穴開いた。穴の開いた板をここに。うわOK、 あ、いいね。ラストのこんなちょうどの高さ初めてだよ、ね、本当にちょうど初めてですか。初めてです。こんなぴったりいく。しかもこの色通り最後このこれで終わって明るい。気持ちいい気持ちいい。やったしれっと最後の最後でいきます。言っても見てなかったよ。できました大丈夫ですか。できましたよ。痛い痛い痛い。これをこう入れると、あー小口切れじゃない。綺麗綺麗。あと元々あった看板がつくとかでね。それさ、もうちょっとサギさん、もう完璧です。これはもう DIY と関係ない、ただの便利グッズ。確かにね。確かにね。もうこれはなんかこうちょうどだな。こういうやつみたいね。ちょうどですね。こうするってことですか。こうする。はいはい。これはちょっともう確認したいですね。これ折れるコンセントあるんじゃないですか。おいおいね、はい、折れるコンセントにすればこれで何とかなると、うんうん、なる。でもちょっと上をつけてないからこれがどうなるか、はい、それで持ってきたんですよ、うん、これはだから3万円の中じゃないですよね。これ3万円じゃないですか。これプレゼント。これですよ。これうわー。でもさっきなんか落とした音がしたから割れてんだよ。あれあれなんか落としますね。ほらここに落としてね。パチンと落ちたよ ね落としたんですか。ね、はい。横に落としてる音聞こえてますよね。違うライト買ってきた。あ、なるほどなるほど。あれこれでもおしゃれなやつライトだったのにね。ライトは後ほど、はい、ライトは後ほど、ライトは後ほど。そんなことあるんですか。完全に何とかだよ。これは折れました。折れてるんですよ。ちょっと山田さん、ちょっと勘弁してください。後ほど。わかりました。今日はちょっと違う電気アップですけど。あ、一応試しでね。試しだけました。わかりました。山田さん、このねライトがこう照らした時に、はい、ちょうどいいんじゃないかっていうプレゼントを俺持ってきたんですよ。考えてたんですよ。何もしたの。え、竹田さんからもチャンネルの看板を作ってきましたよ、はい、お店で。すごい。劇場すごい。ちょうど山田さんライトつけるっていうから、これライトでちょうど照らされたらいいかなと思ってね。本当だ。すげえ。作ってくださいって。すっげえじゃん。すっげえじゃんじゃないんですよ。山田さんが落とすから。完成見れないじゃない今日。本当だよ。もうだって DIY って Do it yourself でしょ。はい。山田さんの DIY って何の略か知ってる。そう、分かんない。山田さん、はい、大体でいいよね。そっちの DIY だったんですか。いいよねっていう方なんですよ。そっちの神様だったんですね。これも DIY で作ってるってことですもんね。水道管で銀じゃないですか、はい、これを、はい、ターナーのアイアンペイントっていう鉄用のね、はい、やつでちょっと塗ってくれて、ちょっとなんか不骨な感じ。そう、味がある。はい、先っちょはね、先っちょこういうのになっちゃいましたけども、うん、リモコンスイッチで、はい、せーの、おー、いい。すごい。すごい。 YouTube カラーでね、これすごい。名作劇場っていうの。うわー、ありがとうございます。はい、やっぱりパワー。あ、いいね、いいじゃん、いいじゃん。はい、うわこれだからもうここやだなと思ったら配置変えればいいから。その時のために電動ドライバーをプレゼントで持ってきました。いただきます。そうそう、高田さんが今売り出しちゃうの。そうなんですよ。え、竹田さんのやつ、これ私が表紙で今。ちょっと付録に電動ドライバーが付いてくるという、はい、すごい。2480円。ただいま、はい、Amazon、はい、日曜大工部門、はい、1位でございます。おめでとうございます。さすがです。あ、うまい。はい、オッケー。全員が仲良くなってきた気しますわ。失敗を笑い合えるって仲良くなった証拠だから。普通だといじれないから。いじれない、うん、そうですね。あ、そうですかぐらいで終わっちゃうから。うん。
ハイジーさんのお宅に設置したこの壁ライト、作り方はチャンネルで詳しくご紹介します。